今日のお題は松の実だよ。松の実、それって松ぼっくりのこと。それと似ているけど少し違うね。それじゃあ説明していくよ。松の実は松の傘の中に入っている松の種子の胚乳部分だよ。松の傘と言っているものが松ぼっくりにあたるね。ということは松ぼっくりの中に入っている種子なのか。あんまりイメージないけどな。日本で主に植えられている赤松や黒松は種子が小さい種類なんだ。主に松の実として販売されているのは朝鮮半島で生育している御用松の実だね。ちなみに赤松や黒松も小さいけど食用化ではあるそうだよ。そうだったのか。香りや味はどんな感じなの？ピーナッツに近い甘い香りをしていて、味はほんのり甘い味がするそうだよ。今まで知らなかったからぜひ食べてみたいものだね。あなたに少しの雑学を。アリミリ雑学でした。